こんにちは。今日はゆっくりというテーマでお話しようかと思います。まあ、このゆっくりっていうのは私が普段心がけていることではあって、効率化、効率化って言ってると、せっかちだったり、常に急いでるとか、常にこう走り回ってるっていうイメージあるかもしれませんけども、まあ、実際そうおっしゃっていただくこともあるんですが、まあ、決してそういうわけではなくですね、もう基本ゆっくり、ゆったり、ゆるゆるって感じですね。まあ、妻と娘からするとそんな感じで。 だと思うんですけども、えー、そのゆっくりをイメージしている、し,まいしていると、まあ、ゆっくりを基本にした方がいいというような話です。で、ですね、ちょっと画像を、この間、静岡の日本平動物園っていうところに行ってですね、こういうスローロリスっていう生き物がいたんですけど、これスローじゃないんですよ。スロー再生じゃなくて、普通にこういう動きなんですよね。<laughs> めちゃくちゃ面白くてですね。でも食べるときはこう結、ちょっと別のとこ行きましたけど、食べると <laughs> きは早いんですよね。でも動くときはめちゃくちゃゆっくりで、で、そのゆっくりだから自分を守るためにかどうか、の毒を持ってるらしいんですよね。面白いなと思って、なんか聞いたことあったのか見たの初めてかなと、どうやって、日本平動物園です、ね。ここで見ることができたんですけど、あ、これを見てて、あ、ゆっくりって大事だよね。 でその食べるときはもう普通に食べてたじゃないですか。だからそういう緩急って大事じゃないかなというところです。まあ、ちなみにこれは私の Facebook の投稿で、まあ、その日を動画にまとめてどういう生き方をしてるかっていうのをこうアップしてますで。今はもう全公開にしてますんで友達限定とかにしてないんで、まあ、もしよかったら平日見ていただくと嬉しいです。 で友達申請は全然知らない方は全部そこでサクッと削除してますんで、わかんない方とあんまり友達で繋がってもしょうがないなというのがあって、一言いただければ、YouTube 見てますとか、メルマガ見てますとかってあるんですけど、どう見ても、まあ一応調べます。一応調べて、まあなんか明らかなスパムアカウント以外は調べて、あれなんですけども、もその場でサクッと。 削除させてていただくようにしてます、まあ、そういうところはピシッとゆ,ゆ,ゆ,ゆっくりじゃなくてですねさっと決めた方がいいんでであれって友達申請っていうのをそのままにしてるとその方の顔がずっとうつう出てくるじゃないですかでそれもなんかあんまり良くないんで、ね、サクッと決めるようにしてます、まあ、そんな感じで緩急緩急をつけるっていうのも大事ではあるんですけどじゃあ私がゆっくりやってることって何かっていうと 仕事を全般ゆっくりやってますね。で、で緩急つけるところはつけるところで、じゃあ例えば何かデータを集計するとかっていうのはゆっくりやる意味ってないわけですよね。こうゆっくりやった方が丁寧に <laughs> できるっていうことはないわけですよ。こうやる。いや、さっきのスローローリスみたいにですね。それは意味がないんで、そこはサクッとやるようにしてるんですけども、まあ何をゆっくりかっていうと、まあ 調べたいことはとことん調べるし考えたいことはとことん考えるしというところですねで時間をかけなくていいところはかけなくてかけるべきところはかけると、まあ、例えばお客様の課題について、まあ、どうするかっていうのはゆっくり考えさせていただくですとか、まあ、基礎研究ですか勉強なんかっていうのもやっぱりゆっくりやってはいますね で、速読ということで、まあ本はさっと読んでるわけなんですけど、これもゆっくり読むときもあって、じゃあ5日ほどかけて読むこともあれば、うん、20分で終わることもあれば、10分で終わることもあると。まあそんな感じにしてます。全部が全部速読してるわけじゃないんで、なんかそういうゆっくりっていうところも作ると、その仕事なり、時間の流れをゆっくりっていう感じにしてますね。で <laughs> この仕事終わったらこれもやんなきゃ、あれもやんなきゃ、これもやんなきゃとか、なんかあの、 私大嫌いなんですけど、自分がやるのはですよ。昔はこう電話をここに抱えてでしたよね。なんかスマホをここに抱えてこうやって足く歩くとかっていうのも絶対やらないですし、でそういう意味で言うと、移動って私、ゆっくりにしてます。まあ、無駄に走れるんで。 トライアスロンやってるんで走れたりはするんですけども、まあ、そこで急いでっていうことはやらないようにしてますまあやっぱ走ったりするとそのリスクっていうのはありますよねぶつかったりとか、まあ、転んだりっていうのもあるかもしれませんしまあ周りの方はびっくりしますよねびっくりするっていうのもありますし信号を走って渡るとか、まあ、もちろんその途中で <laughs> 変わりだしたらちょっと急ぐとかっていうのはやりますけどももうどうあがいても無理だってみたいなところを 走るとかっていうのは、まあ、走れるんだけどもしないことにしてます。でエレベーターが閉まりかけたものをこの押すとかですね、そういうのもやらないですよね。そこはもうゆっくりというところで、そこの緩急もつけてはいます。で、この今ですね、今日が7月の5日で暑いわけですよね。暑い中、走るとろくなことないですよね。 で、そを走って、汗だくで、ぜいぜいで、電車に入ってみたいな、あ、涼しいみたいな感じになると、ちょっと嫌なんで、そういうのはやらないですね。そういう絵が,絵が嫌ですね。自分がそういう絵になるのが嫌なんで、そういうことはやらないようにしてます。なんかも、ま、う、あ、アチって感じにするとね、余計暑くなるんで、すまんした顔して、暑いんだけど、すまんした顔してますね。なんかその、ゆっくりっていうのって、やっぱそういうところで大事かなとか思いますし、で、自分を、 鍛えていく、まあ、鍛錬するっていう言葉をよく使うんですけどそれも実はじっくりゆっくりやってますもう弱火でコトコト煮込んでるって感じですね圧力鍋かつ煮込んでるって感じにしてます <laughs> だからもう常に鍛えているつもりではあるんですけどもなんかそれってゆっくりやった方がいいですよねゆっくりやらないとじゃあ焦ってじゃあ急に何かをできるようになりたいとかですねもう一一晩晩開ける <laughs> 一晩 立つともうスー,パースーパーマンってうのはあれですねいろいろできるようになってるとか知識が手に入るとかっていうのはないわけなんでそこはもうじっくりゆっくりやっています勉強なり自分のを鍛えるというところはですねメンタルも含めて、まあ、それは独立からまあもうすぐ17年になるんですけど、まあ、17年かけて煮込んできているところではあります まあそこでゆで返るになっちゃいけないんで <laughs> まあそういうのにならなくて、まあ、常に自分を鍛にしていくっていうのは大,大事でもあるんですけど焦ってはいけないと急に変わろうとしてもいけないし急にできるようになろうとしてもいけないとコツコツ日々やるっていうのが、まあ、大事かなとそこはゆっくりやってますよねだからブログなんかもそうですしこの YouTube もそうだしっていうのをコツコツやってるっていうのはそういうことからではあります だからこの営業も焦っちゃいけないですよね。営業なり売り上げ、お金。一攫千金狙ったりですです,、ね、すぐその売り上げになるのを狙ったりすると、ろくなことないですよね。そうすると、ちょっとアコギな営業 <laughs> になってしまったりして、まあ、昨日やかましく怒ったんですけど <laughs>、まあ、メールでですけどああ、使ってる税金のソフト会社があるんですよ。J なんたらっていう。まあ、そこから、 いきなり営業メールが来たんですよ。で個人の営業担当者から来てて、なんじゃこれと。で、その内容も腹立つんですよ。私は絶対使わないようなものなんで、まあ、要は、ね、お客様から通帳なり、レシートなりを預かって、それを AI でスキャンしましょう。でその、そこで AI 使われるのがめちゃくちゃ私腹立つんですよ。まあ、しかもですね、仕分け生成 AI って、なんかここ生成 AI っていう言葉をそこに入れてるのもめちゃくちゃ腹が立って、まあ、それは怒ったわけなんですけども、なんかです、ね、そういう、 いきなりメールを送りつけて、で、それで来ていたもらおうとかっていうことをやると、結果的に成果出ないし、そこの、まあそ、そこのソフトをいやいや使ってるんですけど、選択肢がなくてですね、消去法で使ってるんですけど、他に変わるものがあったらすぐ乗り換える思いで、この十数年、十、十年ほど使ってるわけなんですよね。でそこにそういう栄養がかかってきたら、もう本当どっかに変えたろうかなと、ちょっと高いけど、 高,高くてそっちもしょうもないけどそっちに変えたろうかなと思うぐらいな。なんかですねそうやって焦ってそういうことをしてしまうと、で、もう一つの,あのフリーなんたらっていう会計ソフトもですね、ちょっと問い合わせをしたんですよ。問い合わせしたらなんか営業メールが毎日来るんですよ。なんでこれと、ここまで許してないぞと。<laughs> そこまで許してないぞと。思ってとりあえず文句を言ったらなんか自動的に怒られるようになってます。その一言ですよね。それを自動的に送く 送るるよようにししてるのがおかしいですよね問い合わせをして問い合わせしただけでそこからずっと連絡が来るみたいな、ね、なんかちょっと話しかけたらずっとなんかデートの誘いが来るみたいなそんな感じですよねそこまで許さないっすよね <laughs> 許さないっつったらあれですけどそう,、ね、なんかそういうこともあったりしてそこはゆっくりやってますゆっくりやってます 街,ですよね、街っていうのもせん、まあ、ある意味攻めてるんですけど、よくその攻めと街っていう話で言うと、だから YouTube とか、このブログとかやっていて、でもしご覧になってていいなとか、もし思っていただけるんだったら、まあ、値段など内容なり、まあ、他のものも見ていただいて、まあ、十分考えて、まあ、そこもゆっくりした方がいいかなと思うんですよねで。ゆっくり選んでいただいて来ていただくというところですよね。まあ、そういうところをゆっくりと考えて。 だ、ね、から、うん、なんか、あ急ぎすぎるのも良くないし、急がなすぎるのも良くないっていうのはありますよね。ですので、ぜひ今、ゆっくり動いてるか、まず、その、あ歩く、一日の流れをゆっくりですよね。慌ただしくなってしまうと、本当にろくなことないんで、じゃあ、ゆっくりできてるかっていうところで。 いろいろやって、まあ、寝てるんですかとか、何時間、<laughs> まあ何時間というか、まあ、24時間じゃなくて30時間あるでしょうとかって言われるんですけど、そういうことはなくて24時間なんで、まあ、それでも成り立ってるっていうところで言うと、まあ、基本はゆっくりっていうことをやっていて、まあ、別にこの YouTube はです、ね、め,ちゃくちゃめちゃくちゃ早回しでやってるわけでもないし、ただ、この YouTube をこの編集するとかです、ね、アップするとかっていうところは、 スピード極限ままで上げてはいますよねだからそういうところは急ぐ,急ぐと言いますか、スピードは上げてるんですけども、その他はゆっくりやっていると。で、成果を求めてたら、こういう発信ってできないですからね。そこが、まあ、ゆっくりの最たるものですかね。んなんかですので、まあ、ゆっくり、ゆっくりしているっていうイメージ、ゆっくりの方が難しいんですよ。ゆっくりの方が。だから、走るのも泳ぐのも、うん 自転車バイクもそうなんですけどゆっくりって意外と難しいですよねゆっくりじっくりこぐってどうしても早くパーンって走っちゃうしそうすると息も切れちゃうっていうのがあるんでだからゆっくりでいいフォームでを保って走るって意外と難しいんですよだからそういう練習をしますよね水泳もそうで、まあ、早くガーッていくのはわ、まあ、かりやすいんだけどもでもそれをゆっくりゆったりしつつ なおかつ進むと、まあ、そういうふうな泳ぎ方をしなきゃいけないんで、まあ、そういうところでもやっぱりゆっくりはしてますかねですのでまああの私はそんなに、まあ、急ぎすぎてないという話で、まあ、ちょっと急ぎすぎそので周りにいろいろコントロールされると時間の流れをコントロールされると慌ただしくなってゆっくりできないんです、まあ、大体早い人が多いですから、ね、せっかちな でそういう方で、そういう方に、うん、巻き込まれてしまうと良くないということです。でいきなりその電話かかってきたりとかですね、そういうことがあったりとか、もうすぐ、すぐ会おうとか、すぐ行こうとか、すぐ返事くれとかっていう方と、スピード感が合う方とお付き合いするっていうのがやっぱ大事ですよね。だから独立後はそういうことが選べるはずではあり んでまあ、ぜひ選んでいいただいてで自分がゆっくりして落ち着くと人にも焦らせないですよね早くとか、まあ、こっちがこの焦ってると早くこの仕事を終えて次やんなきゃいけないのに早く返事くれ早く返事くれみたいになっちゃいますよねだからそういうことも私はしないようにしてます急いでっていうことは言わないです実際地球って入れるとかですねなる早でとか言わないです まあ家族、家族にはですね、家族にはああの言いますけども、言いますけども、まあ家族の場合も、まあその別に、ね、何かを急ぐっていうわけではなくて、まあ、例えば娘が支度しないでその遊んでたりとかですね、なかなか <laughs> 動画を見てて動かないとか、まあそういう時に使ったりとかはしますけど、で、あとはやっぱり判断はですね、そこは、まあ、娘にも判断って早くしてほしいなっていうのがあって、考えると判断って違うわけですよね。 例えば何かど食べに行った時にどれにするかっていう、そういう判断は私は早くした方がいいと思うんですよ。で、ただまあ考えるっていうことで、じゃあそのかん考えるって何が違うかというと、じゃあそのメニューを見て、なんでこれがあの目玉商品になってるかとかですね。まあちょっと大人よりの考え方ではあるんですけど、これは何から作られているとかとかとか、なんかそういうふうな、なんでこれこの食べ物は、この値段がついているのか。 これで店全体はやっていけるのかとか <laughs>、なんかですね、この、そういうことは考え、そういうことを考えるっていうのは大事かなとか思うんですよね。で、タッチパネルだったり入れて工夫してるなとか、まあ、この間沼津って、静岡の沼津ってとこ行った時に回転寿司入ったわけなんですけど、まあ、やっぱタッチパネルだったんですごく快適ですよね、そういうとかでも今大体入ってるかなって感じなんですけど。 か回転寿司って何か回転してるのを撮るのもあれだし話しかけるのもあれだしつってそのジレンマが私はあるんですよね話しかけるのもめんどくさいしみたいなでそういうところにそういうとこ工夫がしてるとまた今度も行こうかなみたいな感じもあるんで、ね、なんかそういう工夫してるなとかそういう考えるっていうのはいいかなとか思うんですよで根付けのもの根付けですとかそういうところを思う 根付けなりそのサービスってやっぱり独立してるとその自分に取り入れることができるんでめちゃくちゃそこは考えたり見たりしていいかなとか思うんですよなんかそういうところはまあゆっくり考えるとしてただ注文はサクッとしておくと <laughs> 注文迷わずサクッとしておくと私はもうその場で決めるっていうことでも決めてるんでその場で決めるってことは決めてるんでそうするとこの選ぶ時間っていうのも短縮できるんで まあ今後何回そういうのを選ぶ機会があるかってことを考えると、まあ、結構な膨大な成果になるかなと思うんです。選ばない、選ぶときに時間を使わないと。これまたちょっと別のところで、別の動画でまた話そうかと思うんですけど、まあ、そういうトレーニングを日々やっておかないと、だから野菜なんかも選ばないですよね、私。でビュッフェなんかでも選ばないですよね。まあ、さっと判断すると。さっと判断するっていうのをやってます。まあ、そうしないとですね、そこで時間、 で選んだって悩んだってそうそう変わらないですから、ね、結果的にです、ね、なんかスーパーで野菜をめちゃくちゃに選ぶの絶対やらないです <laughs> それ触ってるやんとか思うんですけど <laughs> そ,ういうそういうことをしつつそういうこのスパスパッと急ぐところは急ぎゆっくりなところはゆっくりっていう風にやってますので、まあ、是非、うん 急ぎすぎな傾向はあるかと思いますのでし、急ぎすぎ、急がされすぎっていうのがありますので、それがまあ結果的に似たような言葉ですけど、忙しいってことになるんで、身の,身のない忙しさっていうのはなくした方がいいですよね。そのキーワードの一つとして、ゆっくり。ゆっくり、あえてゆっくりみたいな。まあ、今、ヨーロッパのサッカーやってて、け朝も見ましたけども、なんかちょっと落ち着けるみたいなのあるんですよ。ゆっくりみたいな。 みんながもう急いで、俺のボールを蹴って、それを目がけて走ってとかって言うとダメですよね。だから一旦ちょっと止まって、全体を見合わせすっていうのってやっぱり、スポーツでも大事ではあるんで、まあ、ぜひゆっくりを意識してみていただければなと思います。じゃあ今日はこれで終わらせていただきます。ありがとうございました。